こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私はただいま四国一周中、愛媛県の宇和島に来ております。本日もこちら夏の四国あちこち切符を使って鉄道で移動していきます。まず最初に乗車していくのは8時40分発特急宇和海。特急宇和海の車両は振り子式の車両で、カーブも減速せず爆速で駆け抜けます。はい、ご乗車ありがとうございます。安全点満点まで、お出口右側です。この列車待ってないで到着、折り返し1時間半ほどで松山駅に到着。松山駅は四国最大の人口を有する松山市を代表する JR の駅ですが、自動改札は導入されておらず、有人改札を抜けていきます。みきゃんちゃんがかわいい、バリーさんもかわいい。 JR 松山駅、四国最大都市の割には小さくてしょぼい気が。というのも、松山市の実質的な中心駅はここから2キロほど離れた伊予鉄松山市駅なのです。JR 松山駅は市街地の外れにあるので、松山城や繁華街、道後温泉に行くなら伊予鉄の路面電車が便利です。うわ、人気のベーグル屋さん閉まってました。前から目をつけていたので残念。仕方ないので駅でポンジュースだけ買って飲みます。久しぶりに飲むと美味しい。駅直結のダイソーで次のプランに必要なものだけ買い足しておきます。そして再び移動、特急潮風に乗っていきます。潮風に乗車すること40分、今治駅に到着です。バリーさんの本拠地ですね。そして今治といえば日本最大のタオルの産地としても有名です。タオルの街らしく、タオル美術館とかもあるのですが、撮影無理そうなのでやめました。ということで今から別の場所に向かいます。車で減った。免許取って旅先で初めての運転ですかね。頑張ります。目的地はしまなみ海道を渡った先にある大島の亀老山展望台、およそ 17km です。ちょっと旅の途中コンタクト切れてしまったので、メガネで運転します。今治北インターからしまなみ海道に入っていきます。ちなみにしまなみ海道はサイクリングの聖地としても有名ですが、今から行く亀老山展望台は勾配もきつく、片道 2,3 時間かかるということで車で行くことに。いよいよしまなみ海道。しまなみ海道とは広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長60キロの道で、瀬戸内海に浮かぶ島々の風景を楽しみながらサイクリングやドライブができます。これはね、なんか運転の楽しさが分かるような道だよね。どんどん抜かされちゃう車だとあっという間ですね。お疲れ様です。はい、空港券お預かりします。ありがとうございます。
ルト列車です。さて、無事有料道路を降りて大島に着いたのですが、ここから山道ドライブです。ヒュウェルカムトゥキリョウさん、キヨウキ、お疲れ様でした。これサイクリングで来るのも大変だな。いやー、ドキドキのドライブでしたが、無事キロウ山展望台公園に到着。売店では今治タオルが売ってました。さすがですね。そして展望台に、ご覧の通りこちらの展望台めちゃめちゃおしゃれですよね。それもそのはず、あの有名建築家隈研吾氏が設計に携わっているのです。コンクリート造りで一見近未来的ですが、一般的な山の上に建物が建つという展望台とは違い、こちらは建物自体を地中に埋めて周囲の景観を崩さないよう溶け込むように設計されているのです。すごい。展望台からの景色はこんな感じ。通ってきた島並海道も瀬戸内海の海も見渡せます。手が入ってくる。もう一枚いきますよ。こちらの展望台からの景色、旅好きが選ぶ日本の展望ランキングで京都の清水寺に次いで第2位に選ばれたこともあるというのも納得なほど絶景。そして帰りの売店でもしおジェラートいただきます。これバニラの味ですか？バニラじゃない、バニラじゃないですけど、バニラの卵入ってるけど、これ卵も何も入ってない。あ、ミルクだけ。さっぱりした感じ。北海道のミルク。あ、そうなんです、ね、濃厚です、ミルク。いやー、暑すぎたのでこのジェラートが身に染み渡ります。塩も入ってるからミネラルもゲットです。というわけで帰ります。帰り道も綺麗ですよね。よそ見はダメだけど。よし、行くか。再び島並海道を通って帰っていきます。まあいいけど通行料ちょっと高いね。しかしいい天気でよかった。帰り際に今治城に寄ってみることに。お、見えるやん。この日はお祭りやってたみたいで駐車場満帆で、外から撮影するだけに。日本三大水城と呼ばれ、城を囲む堀には海水が引き込まれており、鯛などの海水魚の姿も見ることができるのだそう。サメが泳いでいたとニュースになったこともあるみたいです。というわけで今治ドライブを終え、駐車場に戻りたかったのですが、なんか一方通行とかでずっとぐるぐるしてて一生戻れませんでした。クタクタになりながら無事返却。ランチ食べる時間なかったのですが、列車の時間が近づいているので再び鉄道旅の再開です。続いては特急石槌に乗って香川県高松駅を目指します。
もう少し今治に滞在時間があれば、今治の B 級グルメ、焼き豚卵飯を食べてみたかったんですかね。まあ次に持ち越しです。代わりにおにぎりと本日2度目のみかんジュース。バリーさんかわいいね。途中停車駅の伊予西条駅で新幹線を発見。これが悲願の四国新幹線かというのは嘘で、鉄道歴史パーク in 西条という施設で展示されているのだそう。ちなみに新幹線だと思ったのですが、実はフリーゲージトレインらしいです。列車はいよいよ香川県に突入。穏やかな瀬戸内海を車窓に映しながら進んでいきます。車窓から日本一高い石垣を持つ丸亀城が見えてきました。約60メートルあるらしいです。走行しているうちにそろそろ高松駅に到着しそう。まもなく終点の高松、終点の高松駅に到着です。お出口は右側、奈良の。というわけで愛媛県今治駅から約2時間かけて讃岐うどん駅、高松駅に到着です。なんかね、駅にね顔ついてるんですけど、この高松駅ちゃん、なかなかすごいセンスですよね。本日私が宿泊するのはこちらの細長いホテル。前にこちらのね JR クレメントのホテルにも泊まったことありますね。部屋の窓から駅が見えるのです。今回の旅では駅近の JR クレメントにお世話になりっぱなしですわ。部屋はね、普通にビジネスホテルって感じです。ちょっと疲れたので仮眠を取ります。そして溜まっていた洗濯物を洗ったり、そうこうしてたらもういい時間になってしまいました。一日があっという間。ということで、レンタサイクルを使って市街地の方に夜ご飯を食べに行きます。夜はうどんというより肉かなということで、香川名物骨付き鶏の有名店一角さんにやってきたのですが、夏休みの日曜日舐めてました。8時でも2時間待ちということでテイクアウトすることに。帰り道商店街でドンキを発見。8月4日オープンらしいから、オープンしてからなんと2日目。ちょうど切れていたコンタクトを買うことができました。助かる。ちなみに前日までいた高知県には全国で唯一ドンキがないのだそう。昨日は困ってました。というわけでホテルに帰ってきまして、遅めの晩餐です。いやーなんかレンチンでもかなり高いクオリティで美味しかったです。骨付き鶏。この油がギトギトな感じがたまりませんね。香川、うどん県なので夜もうどんでもいいのですが、夜営業をしてるうどん屋さんってかなり限られてきますし、日曜休みのことが多いので要注意です。私はね、骨付き鶏おすすめですよ。このおにぎりにね、余った油をつけて食べるという食べ方も最高です。というわけで本日、あまりね、食に関する運は良くなかったのですが、四国一周二日目で高松までやってきました。今回も動画見てくださってありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。